こんにちは、このチャンネルではですね、これから皆様にイギリスの美味しいリアルエールをたくさんご紹介していきたいと思っております。で、本日皆様にご紹介しようと思っているビールはですね、こちら、グリーンキングブリュワリーのアボットエール、5% で、なんでこのビールを選んだかと言いますと、日本でも輸入ビールを取り扱っているお店や酒屋さんなどに行けば、まあ、行くとこ行けば買えるビールなの で、これを選んでみました。で、あと、まあ、飲みやすいんですよね。で、このビールを今見てくださっている方の中でリアルエール興味あるんだけどまだ飲んだことないんだよな、どれ買っているか分かんないんだよなっていう方がいらっしゃったら、まあ、こういうアボットエールみたいな飲みやすいビールから入っていただければいいんじゃないかなと思って、これを第1回のビールに選んだ次第です。そうですね、中級者とか上級者リアルエールの、そういう方にはまあビターなホップの効いたビールっていうのも美味しいんですけれども、いきなりラガーを飲み慣れた方がそういうのに行くと、何リアルエールってこんななの、ちょっと飲みにくいんだけどみたいな印象を持たれると思うんで、多分そうですね、最初はかなりおすすめです。最初の一本に、グリーンキングブリュワリーなんですけれども、他にもまあいろんなビール作ってまして、IPA 3.6%、 こちらがアドルスカントリー 4.7%、 あとこれ有名ですね、オールドスペックルテン 5.2%、 あとストロングサフォーク 6%、 他にも、まあ、今後これから紹介していく予定なんですけれども、オールドクラフティー編、これはオールドスペックルト編の兄貴分みたいなやつですね、 6.5%、 結構濃いです。味もアルコールも。オールドゴールデンヘム、こちらは 4.1%、 これね飲みやすいんですよ結構。まあこのようにいろんなビールをこれから皆様にご紹介していく予定です。早速では試飲に行きたいと思います。いただきます。アボットエール缶でもね実は売ってるんですよ。缶でも買えるんだけど、できれば缶は避けていただきたい。やっぱりどうしても金属の味が移っちゃうんで、あまりおすすめできないですよね。で、アボットエールなんですけれども、こんな感じの琥珀色のすごく綺麗な色だと思いません？で、匂いはですね、香りはですね、なんていうのかな、ちょっと甘い匂いがして、でもすっきりしてる。でもやっぱり、甘さが引き立ってますね。まあ飲む前からこの香りだけですごく、なんて言うんだろう、食欲をそそられるっていうか、心欲を、食欲じゃないな、飲欲をそそられる。では飲んでみたいと思います。やっぱり美味しい。結構ね、コクがあるんですよ。さっぱり系とはまたちょっと違う。匂いほど、香りほど甘さはなくって、口に入れた時にちょっとこう爽やかな感じもあって、甘みもあるんだけれども、まあなんかちょうどいい具合にそのバランスが取れた、爽やかさと甘みがバランスが取れた出来になってるんですよ。で、そうですね、
まあ、飲み進めていくと少しずつこうホップのなんか微妙な苦みが来るんだけれども、それほどホップ強くないんで、まあ、そういう意味ではラガー専門の方でも、まあ、うん、飲みにくいと感じることはないんじゃないかと思います。どうしても例えば IPA ですとか、あとはまあ、あのホップが効いてるって言えば他にもいろいろまああるんですけれども、今後紹介していくんですが、タイタニックのアイスバーグとかすっごいホップ効いてるビールがあるんですけれども、あれはあのリアルエール好きにはたまらないものがあるんですけれども、ラガーを飲み慣れた方にはちょっと厳しいかなっていうのがあると思うんですけれども、アボットエールはやっぱりその辺はそうですね、うん、控えめなので初めての方でもいけると思います。まあ、あの中級者上級者の方でもね、相変わらず美味しくいただけるビールなんで、まあ、出来はいいビールなので、うん、あの、まあ、最初の一口二口目も美味しいんですけれども、まあどんどん飲み進めていくにつれてこう口の中に味が落ち着いていく感じがあるんですよ。なのでなんかこう、うん、ますます飲みやすくなっていく、飲み進めるごとに飲みやすくなっていくって感じがありますね。うん、なんていうのかな、このなんかナッツを食べた時みたいなコク、口の後味、そういう感じのコクがあって、ちょっとスパイシーな感じもしなくもない。本当になんか、まあ、どの味の要素もうまい具合にいいところで落ち着いて交わってる感じなので、まあ、とにかく言えることはあのひたすら飲みやすいビール、なので、そうですね、ぜひリアレール試したことがない方、お店で見かけたらぜひ買ってみてください。で、ですね、ちょっと初めてのレビューでうまく説明できませんで申し訳ございませんでした。今後もうちょっと工夫して皆様にリアルエールの美味しさをもっとよく分かっていただけるように、工夫して表現力を鍛えて、レビューをお届けしたいと思いますので、これに懲りずにぜひチャンネル登録して、また見てください。で、アップするたびにツイッターの方にも一応ビデオアップしましたっていうことで報告していきたいと思いますので、ツイッターのリンクも下に貼ってますんで、よろしければ、フォローお願いします。ということで、本日のリアレールレビューはこれまでですが、次回のビールとりあえず何にするかまだ選んでません。まあ明日か明後日ぐらいに気が向いたものを選んで、うん、でレビューしたいと思います。で、よろしければまた見てください。ではどうもありがとうございます。